もこちらビッグサイトでシーキャーとマテリア等の装備品とか対策の演示、あとは危機管理店に見学に行ってきました。シーキャットの方でゴーグルみたいにつけて仮想の敵が見えるという形でいろいろと体験をしたので、後から見てみてください。この後に動画をつけておきます。本当に怖いんですよね。すでにですねアメリカなどなどで訓練に使われているということで、本当に本格的なものでした。まあ、どのようにテロ等が起こった時に対応していくのか、対応する側ですよね、警察などなどでもうすでに採用が外国ではされているということで、実践をしない時、例えば待機時間などなどでそういったものを使うということが非常に有効なのではないかという形で、採用されているようです。まあ、今後タイなどでももうすでに採用が決まっているそうで、まあ、日本も警察や自衛隊などで導入してはどうかという話がされていました。ということで、私が何を見ているかその中は見えないかもしれませんけれども、本当に実践でそういう制圧などに関わってくださっている皆さんがどれだけ怖いの、それを少しだけ体験することができて、私のへっぴりぶりを見ていただきたいと思います。それではどうぞ。訓練スタートです。訓練スタートから鑑定の体験をします。見えるドライバー、ドライバーできます。痛い。大丈夫です。いいリアクションですね。結構きます。こちらの弊社 PR の開発に特に強みを持っておりまして、実際こうに鑑定しているような感じがうまく、ビビビと持ってる。ここに裏切ったさは同じなんですか？痛さは同じです。はい、はい。そうすると、右側にドライバーがあるんですよ。ドライバーがここにあって、ドライバーを触ってみてください。こちらにドライバーがあって、こっちに配電盤があるんですけど、ドライバーをちゃんと持ってる、開けるのでください。あ、で、その漏電箇所にドライバーで触れる。結構臨場感が。あ、いや、さっきの痛いのがまた来るのかと思うと。素晴らしいリアクション。結構怖いです、はい、やってみるといいよ。これ笑ってるけどやってみるといいよ。すごい、ありがとうございます。素晴らしい、怖い怖い、素晴らしい。もううちの宣伝用としても使いたいぐらい素晴らしいリアクション。すごい、感電がめちゃめちゃ怖いし、これが JAF だということがもう信じられない、怖かったです。感想